皆さんこんにちは、Bレジェンドの辻本です。そして JBBF メンズフィジーク日本チャンピオンの弓木力です。今日はですね、チャンピオンに、チューブの第2弾という形でトレーニングを教わりたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日の種目は何でしょう。今日は、ケーブルでのアップライトローをやらせていただきたいと思います。アップライトローはもうほとんどやらないです、何年とやってこなかった種目なので、アップライトローそもそものいいところというか、そういったところも教えていただければなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします、今回はですね、ケーブルを一番下まで下げていただいて、でアタッチメントはこちらのグリップを使わせてもらいます。ケーブルの付け根から少し離れていただいて、で足幅はサイドレーズと一緒ですね、肩幅ちょい狭めでまっすぐに足を揃えていただいて、で体勢は二葉立ち、まっすぐ立っていただいて、で同じように背中をまた広げていただいて、でグリップなんですけど、この時に普通アップライトローは多分このまま上下に動かすだけだと思うんですけど、やり方がケーブルのすごいいいところで、このままアタッチメントを思いっきり外にグッて開くんですね。でこの状態でサイドレイズで止められているような状況を作り出してあげる、自分でグッて、これだけでも肩に乗ってるんですけど、でずっと力入れ続けたまま上下に動かしてあげる。でこの時にこのケーブルのアタッチメントの付け根から自分との距離が一定の距離のまま上げてもらうのがコツですね。多分普通の人はこのアタッチメントが自分に近づいたりとか、離れることはないと思うんですけど、近づく人が多いと思うんですけど、この距離を一定の距離保ったままこの上下に上げてもらう。で同じように背中は広げたままで上下に、この時も常に外に開いておく。この動作がすごい、ケーブルで直線から来る力を今度左右にも分散してあげるっていうのがすごいケーブルのすごいいい魅力的なところで、直線プラス左右の力も利用して肩に刺激を与えてあげるっていうのが、このケーブルでのグリップを使ったアップライトローの魅力ですので、外に開くことによって肩から力が抜けない、抜きたくても抜けない、なので外に開くっていうのはもう己との戦いやと思って開きながら上下する。これが肩のチューブにめちゃくちゃ入りますので。めちゃくちゃ入りそうですね、見るからにこれをぜひやってみてください。ちょっとポイントが多いんですけど、はい、一つずつおさらいしながら、またちょっと肩を出すのは恥ずかしいんですけど肩を出しながらいきたいと思います。やっていきましょう。サイドレイズをする感じで、そうです、足は肩幅ちょい狭め、まっすぐで二葉立ち、そうです、まっすぐですね、まっすぐ二葉立ちで乗ってもらって、で背中広げる、そうです、で一定の距離保ったまま外に広げて、まっすぐ広げながら、そう、広げながら力入れる、そうです、でこのまま上に、真上に、そうです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 、一定の距離保ちながら、この時も常に外に、これやっぱ 指先でこう引っ掛ける感じですか。手首は力抜く、はい、そうです、でも外には思いっきり開くんで、ずっと負荷が多分、こうすると常に硬い状態、肩に力が加わった状態で上げ下げするので、肩から抜けない。上げる位置はこれぐらいで、上げる位置はそうですね、肩の高さまで肘持ってくるような、 そこまでです。どうしてもこっちにこう行く人が多いんですけど、まっすぐ上に上げると、先ほども言った体から距離を置いて離すっていう動作がすごい上げにくいような格好なんで、はい、近づけるとやっぱりどうしても自分の体幹に近づくんで、確かこれ開いとくっていうのがだいぶポイントですね。そうです、ここでも入ってますね。そうです、入ってる、このまま上下に、あ、だいぶ、あ、でも負荷の抜けるポイントが全部なくなりますね。なくなるんで、はい、常に外に開いた状態で上げ下げっていうのをしてもらうと、そうです、そうです、そうです、もうちょっとやる、そうです、そうです、そうです、これ今5キロ、5キロの重さでやっていただいてるんですけど、そうです、めちゃくちゃしんどい、め
ちゃくちゃパンパンっすね。パンパンで、しかもチューブだけ痛いんですよ、なんか、はい、不思議なことに。いや、猛烈に効きましたね。はい、でもずっと開きっぱなしなんで負荷が抜けないっていう感覚は、まあ、非常に感じました。はい、普通はやっぱりこう手前に引くとか体の近くでアップライトローって引くイメージなんで、あとは下ろした時に負荷が抜けちゃうっていうイメージもあって、はい、これは取り入れたいと思います。はい、これも肩のチューブ、肩のチューブが本当にアウトラインですね。はい、一番大事なところ。だいぶちょっとまだ全然違いますけど、パンこれでも一応パンプしてるんでぜひあの皆さんも試してみてください。まあ、アプライトロー普段されてる方も、アプライトローあまりやらないなっていう方も、まあ、ぜひですね、この動画を参考に試していただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネルの登録をお願いします。ゆうき選手の YouTube もやられてますので概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックの方お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。